こんにちは、金城学院大学入試広報部です。最近の大学入試は非常に複雑化しています。各入試の特徴を理解することが入試を乗り切る第一歩になりますので、自分に合った入試を見つけて早めに対策してください。この動画では現在の高校3年生の皆さんが対象となる一般選抜、一般入試、共通テスト利用入試、共通テストプラス方式入試について説明します。一般入試前期の試験日、試験会場、出願期間、合格発表についてはご覧の通りです。一般入試前期は募集人数、受験者数ともに金城最大の入試です。試験日は3日間から自由に選択可能です。受験科目2科目型、3科目型、本学の英語試験が免除になる英語外部試験利用型、2科目型、3科目型を2日間以上受験した場合に出願可能な複数微評価型があります。試験は全問マーク式です。2科目型、3科目型は金城サポート奨学金対象入試です。それでは一般入試前期のポイントです。1つ目は1科目60分の時間割制であること。自分の受験する科目の次元に試験を受けます。事前に受験科目の指定は不要です。2つ目は入試日自由選択制であること。2月1日、2日、3日から自由に入試日を選択することができます。1日のみでも3日間すべてでも受験できます。またすべて2科目型で3日間受験もできますし、2科目型と3科目型、英語外部試験利用型を1日ごとに変えて受験することもできます。学科も1日ごとに変えて受験できます。ただし1日で複数の方、1日で複数学科の受験はできません。なお薬学部は2月2日、3日のみの実施です。3つ目は他大学に比べて科目選択の幅が広いこと。文系学科でも理系科目を多く選んで受験が可能です。得意科目に合わせて受験科目を決めてください。続いて英語外部試験利用型についてです。英検などの英語外部試験の結果が本学の定める基準スコアを満たしていれば、80点または満点とみなして換算し、本学の英語試験が免除されます。これに加え、本学独自試験1科目、薬学科は2科目の合計で判定します。英語外部試験が活かせるので、本学独自試験に集中して対策ができます。続いて、検定料不要の複数微評価型についてです。2科目型、3科目型を複数微受験した場合、高得点の2科目を使ってもう1回判定します。例えば2日間受験した場合の例で見ていきましょう。薬学科以外の例です。1日目は国語55点、英語75点、2日目は国語70点、英語60点の場合、複数微評価型では2日間の結果から高得点2科目を取り上げ、もう1回判定を行います。この例の場合、高得点の2科目は1日目の英語と2日目の国語。この2つを合計した点数が複数微評価型の点数になります。続いて薬学科の例です。2023年度入試から薬学科も複数微評価型を実施します。なお薬学科は高得点3科目で判定します。
1日目は化学基礎化学75点、生物基礎生物70点、英語40点。2日目は化学基礎化学60点、生物基礎生物65点、国語65点の場合、複数日評価型では2日間の結果から高得点3科目を取り上げ、もう1回判定を行います。この例の場合、高得点の3科目は1日目の薬学科用化学、薬学科用生物、2日目の国語、この3つを合計した点数が複数日評価型の点数になります。また複数日評価型は2科目型と3科目型とは別で判定します。したがって2日間受験した場合は3回判定、3日間受験した場合は4回判定します。一般入試前期を考えている方は2日間または3日間受験して合格のチャンスを増やしてください。次は3日間受験した例です。2科目型、3科目型を組み合わせても大丈夫です。3日間受験して最も高得点だった2科目は1日目の国語と3日目の英語です。これらを合計した点数で判定します。この入試には2つの注意点があります。1つ目は複数日評価型での判定希望の申請が出願の際に必要なこと。2つ目は判定する学科は受験した学科からしか選択できないこと。例えば1日目に学科 A を受験し、2日目に学科 B を受験した場合、複数日評価型でもう1回判定するのは学科 A か学科 B のどちらかになります。続いて一般入試前期は地方試験を実施します。2月2日、3日は浜松、岐阜、四日市、金沢で受験可能です。ご自宅から近い会場で安心して受験してください。なお音楽芸術学科は地方試験を実施しません。詳しい試験会場は9月上旬から配布する入学試験要項に記載しています。次は共通テスト利用入試前期です。この入試は金上サポート奨学金対象入試です。大学入試共通テストの結果を利用する入試です。本学指定の選択科目の中から高得点3科目で合否を判定します。個別試験はありません。この入試のポイントは3つあります。1つ目は高得点が活かせることです。選択科目については高得点を自動的にピックアップします。2つ目は本学発行の入試ガイドまたは入学試験要項の科目・配点の備考欄を確認すること。科目選択のヒントが多く記載されています。例えば国語を現代文と古典に分けて、高得点の方を合否判定に使用している学科もありますので、古典が苦手な方は現代文に集中して勝負することができます。3つ目は出願期間についてです。本学の共通テスト利用入試、前期の出願期間はご覧の通りです。共通テスト後に自己採点をした後でも出願可能です。次は共通テストプラス方式入試です。共通テストの結果と本学独自試験で合否を判定します。この入試は本学独自試験が2月14日火曜日であり、各大学の入試が多数実施される時期とはずれているため、日程調整がしやすいです。
1回の受験で複数の学科、コースに出願することができます。また、得意科目を活かせる点もポイントです。この図を見てください。この受験生は英語が得意な人ですね。共通テスト利用入試で出願した場合、得点率が低くなりますが、共通テストプラスでは得意科目の英語を活かして得点率が高くなりました。一部学科を除き、本学独自試験1科目と共通テスト利用科目1科目で同じ科目が利用できるため、得意科目がある方におすすめの入試です。ここまでが金城学院大学の主な入試方式です。なお、後期入試である一般入試後期の入試日、共通テスト利用入試後期の出願期間はご覧の通りです。金城サポート奨学金は年間の学費が50万円になる、他大学ではあまり例のない大型奨学金です。一般入試前期2科目型、3科目型、共通テスト利用入試前期が対象となります。給付対象は一般入試前期2科目型、3科目型合格者のうち、成績上位者100名、共通テスト利用入試前期合格者のうち成績上位者100名です。入学初年度だけでなく、2年次以降も各学科での学業成績が上位 40% 以内で継続給付と、条件が広いため継続の可能性が高まります。しかも返還不要の給付型奨学金です。また一般的な奨学金とは違い、学費を一旦全額納付する必要がありません。ぜひ目標にしてください。金城学院大学でお待ちしております。